翼とユナの音楽キッチン。パフパフパフ。どうしたん今日。赤ちゃんの気分な。それでは本日のゲストをお呼びしましょう。今日は我々に料理されちゃうおてきさんはこの方です。どうもよろしくお願いします。はい、すいません、すいませんね、ごめんなさい、すいません。なんでちゃんと同じ匂いになってます。つぶさくん何歳でしたっけ。あ、今年で22になります。ちょっと待って、やばいとこ来ちゃってる。聞いて聞いて聞いて、俺にも聞いて。何歳になるんですか。32歳。もっとやばい、どうしよう。もっとやばい。ひなちゃん何歳、ひなちゃん何歳。2010年に結成、東海エリア出身在住のメンバーで結成されたエンターテインメント集団ボーイズナッシュメンのメンバー田村さんと平松さんです。グループ活動だけでなくソロとしても大活躍中のお二人です。本日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今日は2人が料理してくれるんですよね、僕たち。はい、料理させていただきます。僕だから準備してきましたよ、それで。おいおい、犯罪でーす。そうだよ、未成年。だって料理してもらえる番組って聞いてるから。違う違う違う、おい、ちょっとしてくれよ。おい、頼むかよ。顔がデーデーしたよ。気持ちが悪い。本当にだよね。今血だらけよ。もうちょっとでやれるよ。TikTok やってるんですけど全然バズんなくて力貸しがない。正解。でもそれボイズ&メンさん の、 このニューチャレンジャーって曲聴かせていただいたんですけど、僕11個下ぐらい の、 あの弟がいるんですけど、シンカリオンちょうど自分の弟が見てて、あ、そうなんですか。そうなんですよ、多分見てると思うんで、すごい嬉しい。おい、翼くんにマウント取れるぞこれ。何だよ翼くんに。俺らとマウント取れたら、マウント取れたら負けるぞ普通に。フォロワー数の数で。フォロワー数の。ということで、早速ニューチャレンジャーの MV を見てみましょう。切り込み方がすごい。どうぞ。始まるわ、これ。あ、かわいい。あ、ロングのルーさん、ルーさんいるよね。一番左奥かな。左奥かな。右手だけで全然違う。歌ってくれてる。ああ、知ってるの。はい、聞きました。聞いてますの。いえ、嬉しい。まあ、来るから一応仕事でね、やめてもらえないよね。そうそうそう、仕事でね、大変だよね。ご飯も大変、明日も眠いのかも、これ一応。いやいやいや、そういつもありがたいやっけ。この曲ね、珍しく田村さんいいとこいるんだよな。そう、珍しいって珍しいです。普段ね、ほとんど端っこない。なんでだと思う、なんでだと思う。なんでなんで。うるさいから。じゃ、歌が下手だから。パート全然ね。ちょっと待って、うるさいから。よかった、ちゃんと突っ込んでいただいて。俺ただの悪いやつになってこい。すみませんね、ほんとね。一番のなんか、見せ場みたいなのってあるんですよ。ひなちゃんどこが印象残ったの。やりきれば絶対だ。じゃあそこだ。ゆなが決める。もうゆなちゃんが言うな。今あの幼稚園とかでもなんかみんな踊ってくれたら嬉しいなみたいなお声掛けさせてもらったら、すごいみんな参加してくれて、園児の子たちが一緒にこうやって、一緒に俺たちも幼稚園に行って子供たちと一緒に踊ってね、で先生たち可愛いなと思いました。ええー、ちょっとやばいやばい。さっきからちょっと時々気になる発言がね、顔が出てるね。出ちゃう。顔が出てるでしょ。もうね、死んでもいいや。もうね、ごめん、普段こんなこと言わんけど、気持ちが悪い。本当に。え、今んとこ、好きと嫌いで言うと今どこら辺にいます。あー、ちょっとそうですね、嫌いよりかもしれない。あー、嫌いです。ちょっと、もう一回やりますわ。じゃあ、もう一回呼んでもらってもいいですか。ごめんなさい。本日のおときちさんは、この方です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。急に変わってきた。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ自己紹介とかちょっとしてもらって。はい、ボーイズ&メンのテーマカラーは田村喫茶タムタムです。よろしくお願いします。今日初めてなんでちょっと緊張してますけど。お手柔らかにお願いします。あー、
彼知ってますね。二人もねすごい見てます昔から。あ、水沢君のことも。あ、そう見てます。すごい人気でね、あのいろんな方 TikTok 撮られたりとか。全然撮ってないな俺。あれ好きなタイプとかもね。好きなタイプあれだよね。ジュクジュク。それも言ったし、でも入り直してきたよ見ないですよ。ちょっと待って、翼くんめっちゃ突っ込んでくる。嬉しい。みんなちゃんずっと。そらしちゃってる。もしかして。とにかくこれでいればいいんでしょ。うん、これでいればいいんでしょ。違いますよ。違うよね。田村さんなんで歌が下手なんですか。急にいいとこ来る。聞いてあげてそれ。いい質問だ。急に。なんで下手くそなんですか。ボンギヌスのやりとり。ねえ、今血だらけよ。もうちょっとでやれるよ。さあ聞いていこう。深掘りしていこうか。さあ田村さん、なぜ歌が下手くそなんですか。ね、練習不足。ねえ、練習不足。この辺のお二人が、私たち一緒にやりたいことがたくさんあるとお聞きしたんですけれども、いや、ほら、やっぱね、お二人ってやっぱその SNS すごいじゃないですか。 TikTok とか TikTok とかさ、ね、YouTube もそうだし、だから、うん、まあ、僕は個人で TikTok やってるんですけど、あ、全然バズんなくて、ほら、やっぱ30になってくると今のそのね、若い子たちの流行りとかやっぱ分からないし、掴めないところがあるんですよ。だからなんかその、なんかね、このバズり方をね、このやっぱ、ね、大先輩たちにちょっと教えていただきたいなって。恥ずかしい、恥ずかしい、出さないで、出さないで。でもね、田村さんが普段どういう TikTok をしてるのかってまず分からないと、うん、アドバイスの仕方も分からない、はいはい、やっぱ TikTok今流行ってる人たちって一本筋あるじゃないですか。なんか踊る系の人は踊るだし、なんか気になる。そう、連続気になります。一回これ一本化しようと思って筋立てしたんすよ、うん、そう、テーマをね、だからテーマを決めてっていうので、あ、なんだこれ、なんだこれ、そんな全部一緒。絶対恥ずかしいやつ言われて。じゃあそれは理由があるの。まあ、まあ、とりあえず、まあ、見てみてよ。ちょっとねえねえ、お勝負かかったら本当にくしゃみって出るのかな。よし、やってみよう。どうなるかな。ちゃんとやって練習までしてるよ。え、なにこれ、何振ってんの。胡椒。胡椒をかけたら本当にくしゃみが出るのかっていう。かっこいいな。うわぁうわぁ、すごい、出たよ。痛っ、腹が痛い。あ、待って出る。出た、鼻水が出たよ。良い子のみんなは絶対に真似しちゃダメだぞ。え、これ見てどうですか。ゆなちゃん、ワンちゃん通報されるくらい。ワンチャンズ、ちょっとまだまだあるから見てよ。今日はギネスに挑戦だ。ギネスに挑戦。手を使わずに20秒ぐらいで食べるとギネスらしいよ。できるかな。これ一番最初に開けた動画ですね、これ。いきます、よーい、スタート。え、手使わないの。そう、手を使わずに食べる。あっ、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 なんで熱くしたの。確かにね、うん、常温のやつでやればいいじゃん。え、もう20秒過ぎてんの。なんか、うふん、あはぁ、あはぁ、見えない。無理っす、普通にだね。これ見て、翼くんどうですか。いや、まあ、いいじゃないですか。自由だもんね、表現の仕方はね。なんでもやっぱりきっかけがね、はい、ないってだけで、うん、はい、ゆなちゃんはどうですか。そうですね、ずっとやってたらやっぱそういう認知もされると思いますし、うん、いいと思います。もう諦めてない。大丈夫。いいと思います。あ、今日ね、右側聞きますね、これ。こんにちは。かわいい。ちなみにこれ楽器なんですよ。なんかスピーカーむき出しになってますもんね。そうそう、これ実はこれってこの閉じる開けるによって、開け方によって音階が変わるんですよ。それできるの今で、あの俺はこれで一回ここで音楽をやりながら、はい、なんか俺が歌ってこいつむっちゃ下手じゃんみたいなできたらおもろいなと思ったんですよ、はい、だけどこれ
両手じゃないとできないですね。開きながら発音ってやるとなんか音が鳴るんです。ドレミファソラシドって書いてあって、これだと音階が今どこにいるかっていうのがそう。でこれで最初行こうと思って実際手に取ってやってる時に、はい、あこれあかんわと思って逃げてました。私物ですか？これ私物です。え、買ったんですか？はい、9000いくらです。一応楽器なのね、これね。9000いくら。そうそうそう、俺たち今まで SNS を一切やってこなかったんですよ。 Twitter もインスタも。そうですよね。だからそれこそ今までそういう SNS が禁止だったんですよ。あ、そうなんです。そうだから時代に乗り遅れてたっていうのが多くて、だからこそこう今ね頑張らないと最後に、うん、何グッズ解散する違うよ違うよ違うよ、ね、違うよ、ね、ほらやっぱ最後に若い子たちに発信できるってラストチャンスだなと思って。だって35歳でさ TikTok でやってたらさ、ネタとしてやれば面白いけどさ、好きになるかどうかまた別になってくるじゃん。だから僕たちってライブにも来てほしいから、そういうことを考えるともう今しかないなと思って本当に力貸してください。正解。じゃあでもそれだったらさ俺らも35になって何してんだろうなとか思うよね。確かに。翼君はでもどこに向かっていこうとしてるんですか今？いや音楽をやりたいなっていうふうには思ってますね。真面目な話。グループ入る。遅くね。翼君選ぶなら絶対ここじゃない。いやいやいや、これだけ言うといて。いやでも、ね、マジでダンスできないんですよ。ああ、大丈夫大丈夫、俺もできないから。だって俺だって21から入って何にも今まで歌もダンスも演技も何にもやったことなくてそのまま入って、はい、10年間生きちゃったから、はい、何とでもなるよ。え、でもなんかそれで10年続いてる奇跡だよね。いや俺も思ってんの。いやいやいや、なんで俺いいんだろう。やっていいっす、絶対できるやつっすよ。ライブ中ずっとふざけてる。ずっと白目向いてるから。やばお前すげえ。いいっすね。はい、それでこれでミュージックスタート。あーいいね。大丈夫だよ。いけるね。危ない。いけるね。危ない。いけるね。いけるね。発車くらい。ミュージックスタートよ。